弾けるもんね。今ね、先生、あ、動画になっちゃった。今ね、昔話探してんの、先生。OK。先生、いつも言うよね、ピアノを弾くのは人にお話を聞かせてるとか、会話を、人とお話をしてると一緒のことなんだよって言うよね。これあらすじだからちょっと変だけど、先生読むね。季節は夏、虫たちはとっても元気、花がたくさん咲いて、葉っぱもみずみずしく、むちゃくちゃ伸びてる。これじゃ聞いててもなんか感じないよね。季節は夏、虫たちはとっても元気、花がたくさん咲いていて、葉っぱもみずみずしく、虫たちの食べ物がそこら中にあります。こっちの方が感じられるよね。句読点、あ、点とか丸のところで先生止まってるし、例えば虫たちがとっても元気って言ったら、先生元気そうに話をしようとしたのね。花がたくさん咲いていたっていうのはちょっと綺麗みたい、綺麗っぽいような感じで話してみようとか。音楽って今先生が読んだそれと全く一緒なんだ。さーって読めるってすごいことだよ。特にアイネちゃんの年でさ、スラ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 読めるなんて素晴らしいよ。だけどアイネちゃんはすごく才能があって上手だから、先生欲張り先生になっちゃういい、例えばね、いいよ、これがメロディーだよね。これをね、先生、アイネちゃんみたいな上手な子にはこういう風に朗読して読んでほしくない。はい、弾いて、これだけ、右手だけ。もっと心を込めて、テンポを変えるのやめよう。ってことはここ、あんまり早く弾かないで、1、2、3、準備して、右手、1、2、3。うわ、うまー。一人でできるかな。今ね、それ素晴らしい。もうそれできたから、それなくさずに、バッハがね、この曲のこのインベンションの楽譜の一番最初にこう書いてあるんだ。カンタービレのような弾き方を学んでほしいんだって。なんじゃそりゃ。カンタービレって何？お菓子の名前違うよね。カンタービレって歌のように、歌ってるような弾き方なんだって。右手のバイオリンが、みんなね、先生もそうだけど、チェンバロ、チェンバロ、チェンバロって言うよね。ずっと言ってるよね。それ大切なんだ。だけどもう一つ、それと同じくらい大切なのが、バッハはカンタービレのような弾き方をしてほしかった。チェンバロを弾いててもなんだって。どうぞ、歌うような感じで、せーの。良くなって、
ピアノと歌の一番の違いって先生昔言ったことがあると思うんだけど、歌はピララ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 ラ、つなげることが余裕でできますって言ったよね。つなげてみ？8分音符はいいんだけど、16分音符つなげてみて。いや、滑らかに。せーの。よくなってきた。バッハはあんまりこういうことしちゃいけないんだけど、今はそのバッハが僕たちに感じてほしいカンタービレ、歌のようなことをさせるためにもう一つの歌の要素、歌っていうのはイララララライララララ、こういうクレッシェンドとかディミニエンドがすごく上手にできるんだよね。これくらいやっちゃっていいよ、歌のように。せーの、ラリラリラ、歌ってよ、ずっと入り、両手でいきます。1、2、3、ラリラリラ。練習もしてほしい。チェンバロの練習をするときは早く弾かないで、今みたいに、これもこれくらいのテンポで練習して。今ちょっと早すぎる。いい。で、後でなんていうのかな、歌うこともできる、チェンバロのようなこともできる。それを2つ合わせて、それができるようになったら、テンポちょっと速くするのはいいけど、今、あんまり速くすると細かいことの練習ができなくなっちゃう。いい？ちょっと聞いててね。今、チェンバロと歌両方合わせてみるね。ないから、でもバッハってチェンバラチェンバラって先生がうるさいから、感じにくいならドロドロの遊んできていいよ。ドロドロで遊んでみる。こんな感じ。ああ何やってんの。こんな風に話しないよね。そういう風に話してみよう。遊び、いくよ。気持ち悪くいくよ。せーの、今の楽しい気持ち悪いのに
プラスしてもう一個ね、レガートでできるかな。ちょっとお化けみたい。ハロウィンだね、そろそろ。やってみようか。せーの。今までで一番いい。あの下も聞きたいな。そのまま続けていいよ。お化け。あらあら。左手も。お化けで遊んだけどさ、僕たちが何か感情表現したとき、ママ練習したくないっていうとき、こんな感じで話するよね、僕たち。これね、ちょっとこれに入ってると思うんだ。あんまりいっぱいやるとバッハらしくなくて笑われちゃうよね。なんでこの子バッハこんなに弾いてるのって言われるよね。だけどさ、アイネちゃん、こういう子の演奏聞いたらどうする？先生いつも料理っていうよね、先生癒しいもんだから。自分で調節してるの。どれくらいその感情を入れたらいいんだろう。どれくらいチェンバロみたいに弾いたらバッハらしいんだろう。いい。今日のアイネちゃんのお料理を食べた時、先生はもっと感情表現が欲しかった。それ今週練習してきてくれる？で、テンポあんまり速くしないで。こういうのどう？ゆっくり弾きなさいって言ったらつまんないもんね。ゆっくり練習、自分でよくできたなって思ったら、自分にご褒美をあげたら。アイネは今日ゆっくりちゃんと練習した。今から自分にご褒美、早く弾こう。気持ち悪い。こんな風にやってみて。でも、早く弾いてるのはね、遊びでね。本当の練習はゆっくりだからね。ここまで。